小樽高等商業学校小樽交渉軍事、教練事件は、1925年に、北海道の小樽高等商業学校で起きた、軍事教練反対事件。1925年10月15日、小樽高等商業学校で、配属商工、鈴木平一郎少佐の引率のもとで、野外演習が行われたが、その時の演習想定が問題となった。 10月15日午前6時、天狗山を震源とする大地震が発生し、札幌及び小樽の家屋はほとんど倒壊、各地で発生した火災は西風に煽られて勢いを増している。無政府主義者団は不定先人を先導して暴動が発生。小樽在後軍人団は、これと格闘して東方に撃退するも、暴応とは、潮見大高地によって激しく抵抗し、 在京軍人団の追撃は一頓挫するに至った。オタル小樽交渉生徒隊は午前9時工程に集合して、死体を編成、在京軍人団と協力して、ボートを殲滅することになった。この想定は、関東大震災における天か事件や亀戸事件、朝鮮人虐殺事件などを思い起こさせるものであり、演習翌日から、朝鮮人団体や堺井和夫を委員長とする。 小樽総労働組合、政治研究会小樽支部などは抗議運動を展開し、小樽交渉の学生有志も全国の学生諸君に激す。という声明書を発表して、軍事教育の打倒を訴え、10月29日には学生代表50名が上京して、文部大臣に面会を求めるという一幕もあった。この抗議運動は全国規模に拡大し、 11月9日、立教大学、早稲田大学、東京帝国大学の3大学新聞は、軍事教育反対の共同宣言を発表した。東京朝日新聞も軍教問題で2度にわたって、社説を書き、安易な軍教の拡大に警鐘を鳴らした。ありがとうございます。